太陽の下で神を出す。そして虫眼鏡をいろんなところに当てる。じゃあどうなるよ。燃えへんねん。何も起こらへんねん。そういうことですよね。はい、こんにちは。ライフスキルティーチャーのミスターおかっちです。赤信号みんなで渡れば怖くないって言うけど、赤信号は止まった方が良くない？だって危ないやん。間違ってることを間違ってるって言わずに黙って従う。それが一番間違ってるって思うね。この日本で生きてると知らず知らずのうちに同調圧力に負けてしまう。自分で考えなくなる。自分の気持ちを我慢にする。犠牲にする。そしてやりたいことをやらない。だって人の迷惑になるから。俺はそんなんが本当に嫌です。だから今日は、同調圧力をぶっ壊す。そのつもりでマイクを持ってます。自分の気持ちを我慢したり犠牲にしたりする、そんなあなたの心がスーッと楽になって自分らしい人生を選択できるようになれば嬉しいです。だって18年間、いや30歳までそれができへんかったから。同調圧力に押しつぶされてたから。最後まで聞いてください。俺実は対決のことが嫌いやねん。高校2年生の時にみんなの前でたけしにそう言われた。たけし、そいつはクラスで人気者、明るくて面白くていつもそいつの周りには人が集まっている、いわゆる影響力の持ち主。ふふふふって気にしてないように笑ってたけど、内心バックバックしてた。だってたけしに嫌われたらどうしたらいいね。居場所がなくなる。みんなに嫌われるってことや。一人ぼっちになる。それはあかん。どうしようどうしようどうしよう。できることは全部やったよ。部活が一緒やったから、休憩時間水飲みたい。でもたけしに譲ったね、熱いって言った。じゃあ扇子で仰いだ。ボールを持って、荷物を持って、笑かせてよ、おもろいことやってよって言われた。だからやったよ。中島みゆきのモノマネ。男には男の歌ったよ。全然似てない、おもんないって言われた。でもやるしかなかった。笑かさなあかん、喜ばさなあかん。そうしないと一人ぼっちになるから。もう命がけだったよ。これ以上嫌われたらおしまいやって思ってたから、喜ばせないとって。そのうち笑えなくなった。これ本当に笑えなかった。30歳ぐらいまで、いやもうちょっとかな、35歳ぐらいまでかな、わからんけど、まあ、それぐらいまで口を開けて笑うことができなくて、ずっと口を閉じてこんな笑い方、ふふふふ言われたよ。大ケツお前いつも引きつってるでって。仕方ないやん。自分の気持ちを置いてけぼりにして笑ってたらそうなんねん。知らんかった？でもある日変わった。高校3年生の夏、部活を引退した。終わった。いや始まって、そっから始まって。だってもうあいつらとつるまなくていい、会わなくていい、一緒に練習しなくていいんだって自由だよ、自由だよ、何をやってもいいんだよ。だってそこはな、エスカレーター式だから。大学受験もない。そこから夏から秋冬春、自由、やりたいことやっていいんやって。アルバイトをやったよ。オムライス屋さんのバイト。だってオムライスが好きやったから。そこは新規で募集してた。スタートラインは同じ。みんなが初めましてや。誰も俺のことを知らん。高校ではヒエラルキーの底辺。誰も俺の言うことを聞いてくれへん。誰も俺のこと見てくれへん。奴隷みたいな扱いや。いてもいなくてもいい存在。それが俺。でもここではオムライス屋さんではみんな話を聞いてくれる。俺の目を見てくれる。人間として扱ってくれる。大切にしてくれる。
嬉しかったよ。もう自分を作らなくていい、背伸びじゃなくていい、そのままの自分でいいんだって。等身大でありのままで自分が思ってることを言っていい。もちろん相手のことも気にするよ。相手のことも気にした上で自分が思ってることを言う、自分の気持ちを伝えていいんやって、表現していいんやって。ちょっとずつ楽になってきたよ。ストレスがスーッと楽になって軽くなったよ。俺を縛ってた何かようわからんものがどっかに行ったよ。ようやく息が吸えた。そしてちょっとずつ笑えるようになった。そこから俺の人生は動き出した。今やから思う、今いるこの世界が世界の全てや、そう思ってたけど、それは間違いやった。学校で嫌われてても、オムライス屋さんで人気者になった。会社で評価されなくても、会社以外の場所で輝けることがあるかもしれへん。だから、今自分のいる周りの人が何と言おうが、自分のことを悪い評価をしようが、それは一つの意見であって全てではない。その人の意見で俺の価値が決まるわけではないということ。でもそれが分からんかった。ずっと同じ場所で身も心もエネルギーも時間もその場所に投じていると、そこが世界の全て、そう思ってしまうね。そこで嫌われたら終わり、そこのメンバーとうまくやらないと他にはどこにも居場所がない、ここで失敗したらもう生きていかれへん、そういうふうに思ってしまってた。でもそんなことはなかった。世界は広かった。そして思ってた以上に大きかった。それがこの世界を飛び出して抜け出して気づいたこと。だからあなたに伝えたい。周りからの評価であなたの点数を決めるのはもうやめよ。周りの声、周りの評価なんて全く当てにならへん。全く当てにならへんよ。一意見、一データ、一感想です。それが事実じゃない。それが正しいわけじゃないね。もちろんしっかり聞く。無視はしなくていい。ちゃんと聞くのは聞いたらいいんだよ。でもそれを全てだと受け止めなくてもいい。昔の俺はそれができへんかった。いろんな人がいろんなことを言うてくる。その声をしっかり聞いて、その人の期待に応える。喜ばせないと、楽しませないと、360度方向で自分のエネルギーをいろんなところに注いでいたよ。自分の気持ちを置いてけぼりに。その結果、自分が本当にやりたいことに力が注げなかった。その一点に集中できず、結果スポーツでも結果が出せなかった。何をやっても失敗する、うまくいかない、レギュラーにもなれない。そしてますます嫌われた。考えてみて。太陽の下で髪を出す、そして虫眼鏡をいろんなところに当てる。じゃあどうなるよ。燃えへんねん。何も起こらへんねん。自分がここやって思う、その一点に虫眼鏡を当て続ける。そうすることで髪は燃えるねん。だからいろんなところに意識を持っていって、いろんな声を聞いてエネルギーを分散させてしまうと、あなたの力が発揮できない。周りの声をシャットアウトや、聞こえないようにして、自分がこれやと思うこと、自分の心が求めてること、自分のその心の声をしっかりと聞いて、それをしっかりと握る。で、その一点に向かって自分の力を 100% 注いでいこう。そこに没入や、夢中になって、熱中して、熱狂して、全てを注い込む。じゃあ燃える。あなたの全ての力がそこに注い込まれると、あなた自身が楽しいし、喜びにあふれた毎日になり、そしてあなたの全ての力が発揮できる。そうすれば結果も出る、成長する、そしてぐんぐん伸びていく。そういうことを続けていったら、あなたのそのメッセージを受け取ってくれる人が現れる。そういう人が1人、2人、3人増えていくと、居場所がどんどん広がって、あなたらしく過ごせる世界が拡大していく。あなたらしく輝けるようになるんだよ。それが自分らしく生きるということ。嫌われてもええやん。居場所がなくなってもいいやん。だって嫌われてもここが全てじゃないんやから。
一歩外に出たらいいんやから、世界はそこだけじゃないんやから、レールは一つじゃない。あなたが自分で選んで、自分で決めて、自分で考えて行動をする、そこに道はできていくんだよ。だから俺はあなたの本音を選択して、あなたらしく生きることを心の底から応援してます。はい、ということで、いやー本当にこのクラスが、この部活が、この会社が俺の全てや、そこ以外に道はない、いい大学に行く、いい会社に行く、そこで出世する、そのレールしか人生にはない、そこのレールで誰よりも速く走って一番になる、そこ以外に幸せはない、成功はない、そういうふうに信じてた。同調圧力や、そこから一歩でも踏み外すと谷底に突き落とされる、そういうふうに脅されてた。でもそんな同調圧力は幻です。同調圧力なんかないね。自分がそうあるように感じてるだけやね。自分が意識を外に向けてるから、その圧力を感じるだけ。もっともっと周りのことを気にする、周りの人を大切にする、これもちろん大事なこと。でも心優しいあなたはそれだけではなくて、少し自分のところに矢印を向けて自分の声を聞いてみよう。そうすれば少しずつ同調圧力は消えていく。自分が本当に求めているその声が聞こえるようになってくる。その本音を選択する。そうすることが幸せ、本当の幸せになる一歩やというふうにおかっちは思ってる。少しでも今日の動画見て元気出た、ためになった、おかっち頑張れっていう方は高評価ボタンを押していただけたら本当に嬉しいです。あとコメントはすべて見てますので、何か感じたこと、質問とか疑問があれば、コメントしてください。こんな感じでこのチャンネルではとにかくあなたがあなたらしく生きるための行動習慣、そしてライフスキルを全力で紹介してます。興味を持った方は、チャンネル登録ボタンポチって押してもらえたら嬉しいです。あと、自分らしく生きたい、本音で生きたいっていうふうに思われた方は、概要欄に本音で生きる技術、具体的に日常生活にどうやったらいいのかっていうブログを貼り付けてます。そこには詳しく書いてますので、そちらもご覧いただければ嬉しいです。はい、ということで、ワンダフルな一日をお過ごしください。バイバーイ。同調圧力をぶっ壊す。